はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回なんですけど、最近ですね、無限の塔というものをやっていると思うんですけど、今回は、鬼滅の刃の塔というものをやっていきたいと思います。そして、建築が現在、今進んでおりまして、現在、今回この鬼滅の塔っていうのをまずちょっと説明させていただきたいんですけど、これもっと伸びる予定です。多分10回、12回、最大12回ぐらいになるかもしれないんですけど、実は、この鬼滅の刃の塔っていうのは、まずちょっと見せた方がいいかな。はい。先に言っときます。間違えて、玉よて抜かしました。すいません。玉よて編を抜かしたんですけど、ここ、炭治郎の初めての、炭治郎の家ですね。家をちょっとイメージさせてこれはね、前から実はちょっと作ってたんですけど、ちょっと家だけ、新しく作り直して、ここで戦います。障害物がかなり高いんですけど、炭治郎の、最初の、なんて言えばいいんだろうね。一応ここはサビトとかのも含めた場所です。ここは炭治郎の家。はい。そして次がこちらですね。はい。最終選別編が2階になります。はい。最終選別編が2階で、もちろん敵は、手鬼だったりとか、ちょっと後でルールは説明しますので、ここで戦います。そして、3階になります。3階ははい、こちら、わかりますでしょうか。境外ですね。はい、境外の、筒屋敷だったっけ。はい、筒屋敷なので、境外とか、戦います。そして、ここで本当はその上が玉よてのはずだった、違うな、最終選別の後が玉よてだったのか。ちょっと玉よてを抜かしてしまったんですけど、この上が、はい、現在、ここまで作っているんですけど、なたぐも山ですね。はい、もうちょっと、これ、クモの巣とかちょっと貼った方がいいかな。本来はごめんなさい、こうやってちょっとクモの巣とかをちょっとこういう感じで貼っていく予定だったんですけど、忘れてました。すいません。ちょっとこれは次までにちょっとちゃんと修正しといた方がいいのかな。本当はこう家とかにもこうクモの巣をこういう感じで貼ってねこれはあれですね、森久保さんことレイ君のお兄さんのと善逸が戦ったところですね。こういう感じになります。はい。はい、それじゃあちょっとまずね、塔の、ステージの説明はしたので、今回システムの、説明なんですけど、一応ね、今なたぐも山までなんですけど、パート2以降で、またどんどん追加していく予定です。それこそ無限列車とかだったり。で、さらに、例えばね、無限列車で赤座とまず戦うとするじゃないですか。もちろん赤座っていうキャラクターはいるんでね、無限列車に。で、煉獄さんとも戦っていきますよ。その無限列車。ガチャは追加していく予定なんですけど、もし仮に赤座と当たったとして、今度無限城編とか今度いつか出てくるわけじゃないですか。その時に赤座ともう一回戦うとしたら、無惨様の血を与えて、ちょっと強くなった赤座様とかになっていきます。はい。そういう感じでやっていきますので。で、進捗に関して現在こちらですね。水野と水野へ、これ、カノトだったっけ。今、ここまで上げてる状態で挑みます。で、1回、2回、3回、4回とかどんどん上がってって、その間に鬼を何体か倒すと思うんですよ。で、その時に進捗を上げていく。で、例えば無限列車までには、どこどこみたいな。で、無限城のあたりには柱になってみたいな形でちょっとできればなと思います。で、戦闘システムなんですが、こちらですね。はい。こちら5体いるんですけど、その中から3回引きます。3回引いて、3連戦っていう形になりますね。で、3回倒したら今度2回に行ける。そしてこの仲間ガチャなんですけど、1回クリアごとに、1体引く。1体引いて、2体引いて、3体目を引くみたいな形ですね。だからこの仲間がいきなり強いキャラが出てきてくれればいいんだけど、矢幅とかだと、もうほぼ一人で戦わないといけないっていう形。だからうまくウルトラレアを引いて、なるべく楽してどんどん仲間を増やして勝っていくっていうのが理想かなと思います。そしてこっちが武器ですね。はい、こちらが武器になりますと。で、今回はずっと同じ武器だとちょっとね、飽きてしまうので、2回引きます。2回引いて出た日輪刀で、2本で戦っていくと。で、より1もあるんですけど、さすがにより1の日輪刀だと強すぎるから、格闘レベル5にしました。でもこれでも十分強いんですけどね。より1化もできるし。なので、大当たりがより1っていう形になります。じゃあ、まず武器からいこうか。はい。武器からいきます。では。はい！品津川さん、あんまり使ったことなかったんだよね。そう、結構僕、品津川さん、日輪刀、ガチャとかで入れることないから、品津川さんの見たいですってコメントがあったので、ちょっと今回、品津川さん入れてみた。大丈夫かな？使えるかな？では次。はい！悪くない。煉獄さん悪くない。いいよ。使い慣れてるやつ。使い慣れてるやつです。オッケー。じゃあ、品塚さんと煉獄さんの、この日輪刀でいきたいと思います。で、次が、雪玉はあれですね。鬼殺隊側の人と戦った時に、こうやってやって戦います。相手にダメージを与えずに敵対させることができるので。じゃあ、次は、こっち行こうか。はい。いやー、サビトはやめてくれ。サビト強いから。鬼いやーうわ、来たなんでこれ多分前の企画のやつが残ってたかも。すいません。ヤーバ、前の企画のヤーバが残ってました、多分。あ、びっくりしたー。では次、いきます。はいいや、鬼、ちょっと待って、最初サビトってやばくない？はいあー、鬼。サビトを倒せば、いける。で、こちらですね。まず1回目なので、1回いきます。頼むぞ、頼む、サビトに勝つには、レイ君！やったこれは今回サクサクいけるぞよしちょっと説明長かったからちょうどいいわ。ありがたい。あ、来たよき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 来ました。では、サビト出してからいきますよ、では。大丈夫、ギユさんいるから今回大丈夫だ。サビト来て、いくぞせいさあ、勝負だかかってこい。やばい怖い頼むギユさん倒して危ないよーしナイスギユさん優しい笑みで消えていった。じゃあ次鬼さあ来いよ大丈夫ギユさんいればおら知らない行ってありがとう危ねえ今めっちゃ痛かった。では次鬼いやこれギユさんがいるといないけど全然違う登りやってよしいいぞギユさんいけ僕がノックバックしてギユさんが倒すよーし来たこれは運が良すぎる最初の引きが良すぎた。では次いきます2回いきます2回は、これちょっと戦いやすくなるかな最終選別の場ですね。これ来れるかな大丈夫かなギユさんこれ2回来れるか大丈夫かなもしかしてこれ瞬間移動できないギユさんやばいこれ来れないかもギユさん多分2回待ってこれ来れないな待てまずいこれ縦じゃなくて横に作らないといけなかったかもしれないやばいギユさんついてこないやべえまあいいやじゃあ仲間ガチャ1回引きましょう仕方ないちなみに中身はこんな感じですね手鬼鬼と結構楽になってます今回もいきますはいやばだよなこれはちょっとギユさん抜きで戦わないといけないかないきます手鬼来るな手鬼来たねえなんで頼む鬼でもう一体鬼でしょあー通常鬼と鬼となんでいきなり手鬼来るのさ仕方ないやるしかねえんださあ手鬼大丈夫でも手鬼は逆に言うと狭いよ戦いに行ってる待ってくれ待ってやめてくれああやばー来てるやばいああ早くダメだ切るなんとか倒しきるよーし行って危ねえ待って早くギユさん来てくれ頼むギユさんくそとりあえず回復は基本的に戦闘中はなしで戦闘中で危ねえ円弧で焼き尽くしたいよしオッケーじゃあ次俺かかってこいやってやるってこれ知らないギユさんなんで来てくれないんですかギユさんはいということでこれねそうか塔にしちゃうと仲間が上に行かない要は横にだから横に離れたらついてくるっていう感じだと思うんだ高低差じゃついてこないかもしれないからこれはちょっと作り直しましょう一回これマジかちょっと時間かかるかなこれもちろんこのままナタグモ山とか続きで今みたいなシステムでやっていきます基本的にルールは一緒今回ちょっとお試しというか、パート0だと思ってくださいはいパート0だと思っていただきたいんですけどここをちょっと横にしてちょっとやっていく感じかなじゃないとね仲間にしたキャラクターたちがついてきてくれないからうわー作り直しか多分ね、こういう感じになると思う。この、あ、これちなみになんかエンダードラゴンがここにいっぱい湧いちゃって、ここの塔が壊れました。はい、先、ちょっとこれ、言っとかないといけなかった。ぶっ壊れました。で、これ、このさ、無惨の館みたいな感じで、横に作っていかないといけなさそう。これ。これの、もうこれを活用したいわ。あー、これだな。こういう感じだな。こういう感じで作っていきましょう。これだったらおそらく、仲間もずっとついてくるから、こうやって。そうだね。ちょっと横作りでいきます。はい。だから、鬼滅の刃の塔ではあるけど、横に、ちょっと作り直します。また一から。頑張ります。はい。ということで、まあ今回は、一旦ね、まあこんな感じで、鬼滅の刃の塔、要は、鬼滅の刃のストーリーを追体験できるような、どんどん、その、なんだろうな、炭治郎の記憶を追体験できるような塔を作ってみましたが、ちょっとこれはね、なるべく続けていきたいと思いますので、最後の最終決戦の、ところまで、ちょっとね、できれば進んでいきたいなと思います。はい、ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあ皆さんお疲れ様です。この後ですね、おそらく今日の、18時かな、に日の神決風譚、ちょっと、大切な動画ありますので、ぜひそちら見ていただけたら嬉しいです。そうか、これこのまま横に倒してくんねえかな。バターンって倒れないかな、これ。お疲れ様です。バイバイ。